和名類受賞、和名類受賞は、平安時代中期に作られた辞書である。上平年間、禁止内心脳の求めに応じて、源の順が編纂した。略称は、和名書。名詞をまず漢語で類受し、意味により分類して項目立て、万葉仮名で日本語に対応する名詞の読みをつけた、上で、漢籍を出典として、多数引用しながら、説明を加える定罪を取る。 今日の国語辞典のほか、緩和辞典や百科辞典の要素を多分に含んでいるのが特徴。中国の分類辞典、自我の影響を受けている。当時から、漢語の和訓を知るために重宝され、江戸時代の国学発生以降、平安時代以前の語彙、語音を知る資料として、また、社会、風俗、制度などを知る資料として、日本文学、日本語学、 日本史の世界で重要視されている書き物である。和名類受賞は、和名類受賞、和名類受賞とも書かれ、その表記は写本によって一定していない。一般的に和、和名賞、和名賞、和名賞と略称される。関数は10巻、または20巻で、その内容に大きく移動があるため、10巻本、20巻本、として区別され、それぞれの系統の写本が存在する。 カリア歴祭は、十巻本を定本としている。また、国語学者の亀田二郎は、二十巻本は、後人が増保したものとしている。なお二十巻本は、古代律令制における、行政区画である国、軍、里の名称を網羅しており、この点でも、基本資料となっている。例、山戸国くずげ軍神戸号、山大号、工学号、上号、建田号、品春里。 大魔号をただし、号名に関しては、語気がないわけではなく、後世の研究によって語気が判明した事例もある。例として、武蔵区に小玉軍の木田号が、実は草、他号の誤字だったなど。詳しくは、大田文満了、そう、号の発見を参照。本書の構成は、大分類である、武と小分類の、門よりなっており、 その構成は10巻本、20巻本によってそれぞれ異なる。24部128問よりなり、各部は次の順に配列されている。天地部イコール天文、気象、心霊、水、土石人林部イコール人間、家族系営部イコール体の各部疾病部イコール、病気術芸部イコール部ー武芸、部具どころ部イコール住居、道路船車部イコール船、車、 チンタカラブイコール金銀、玉石腐白ブイコールのノ小族ブイコール、衣類飲食ブイコール食物サラブイコールサラト0カブイコールト0カチョうドブイコール日用品は、属ブイコールトリケムラブイコール、十一般牛馬ブイコール牛、馬竜魚ブイコール竜族、よび魚類器梅ブイコールガメ類、海生動物虫体ブイコール虫類、イコクブイコール糖、穀物、イ素ブイコール野菜カブイコール、 果物草木部イコール草木十巻本に比べ、部の分割、統合、負荷、名称や、配列の移動があり、32部に149門より、なっている。配列は、以下の通り。太字で示したものが二十巻本独自の部、もしくは、名称の変更されている部である。天部イコール天文、気象地部イコール土石水部、イコール水災事部イコール歴期新部イコール。 心霊人臨部イコール、人間親戚部イコール家族形邸部イコール身体の、各部実芸部イコール文芸、部具音楽部イコール音楽、楽器、官部イコール官長、官職名国軍部イコール国名、軍名、合名所部イコール住居、道路船部イコール戦車部イコール車牛馬部イコール牛、馬宝か部イコール金銀、玉石公約部イコール高等か部イコール等か不白部、 イコールヌノ小族部イコールイルイチョード部イコール、日品器サ皿部イコール木、皿飲食部イコール食物、稲国部イコール糖、国類株イコール果物菜素部イコール、野菜羽根属部イコール鳥類毛村部イコール、十一般林海部イコール爬虫類、両生類、魚類、海生動物虫体部イコール虫草木部イコール、草木、株の、は、草冠に、うり二つ、本書には、ポン、 例本も含めて数多くの写本が存在する。また、江戸時代には半本の形でも刊行されているが、十巻本は当時写本の形で流布したためほとんどあずさに登らず、二十巻本が重点的に刊行された。以下、永遠、複製や直接閲覧により閲覧可能なものを筆者年代、観光年代順に挙げる。現在、十巻本の本文として、 最もルフしているのは、カリア液細公中の、先中オール類綬章である。ただし、先中オール類綬章は、下にも書く通り明治館なので、それまでは写本によるルフが主であった。なお、十巻本の写本の中でも、下サ本とそれに連なる系統の本は、他の本と異なる記述を持つなど、異質の本である。このため十巻本の写本には、 しばしば、下唄本系の本を参照し、主でその行為を書き入れているものも少なくない。しかし刈谷は、この下唄本の本文を、後世の改ざんによるものとみなし、諸本の中で最も劣悪として認めていない。写本、下唄本系写本半本講中本現在、二十巻本の本文として、最もルフしているのは、縄道円講中の現那古葛字本である。 ただし、現那古活寺本は、寄稿所で、昭和7年に、永遠復刻されるまではほとんど世に出回らず、代わりに、平安半本、漢文半本が広く用いられ、明治時代初期まで何度もすりを重ねた。また、写本のうち、鉱山、寺本は、国軍部の後に古代律令聖火の駅を記しており、他の二十漢本には見られない、独自の本文を持つほか、本文の移動も多く、 特に、国軍部を見る際に、厳烈枯渇事本と共に参照される、写本半本。ありがとうございます。